政治の座につくとみんな金儲けに走るでしょほんで、あの、今の総裁選に名前が上がってる人間、ドイツもこいつもみんなこれ裏金やってる時点でね、お前らふざけんなっちゃ話なんですよ。ほんで、あの、何ですかあの、出てきたのが、あの、魔人部、河野沙太郎、カバコも出てましたね。カバコと、ニーハオモテギと、それからリンギンですかね。まあ、このあたりが出てきてですね。ほんで、もう一人なんか、小林うん、小葉ホークとかいうですね。 やつですよね。何がコバホークだっていうですね。バカバというですね。そうなんだよ。そのコバホークとやらがですね、実はあの、壺だったというですね、統一協会とね、繋がってたらしいんですけどもね。でもその統一協会と繋がってたことをこう、知らんぷりしてですね、えー、なんかこう、偉そうなこと言ってるというね、元財務省の官僚ですけどね。もうその時点でお前、打ち首だろうよ、というですね。<laughs> お前、お前、その時点で打ち首だろうよ、というですね。こんな人間しかいないんですよ。 もうツボフォークでいいんです。もうだから、本当にね、ツボばっかりなんですよ。誰を選べばいいんだっていうんですよね。で、サタ郎はですね、麻生派が押すのかもしれないけれどもね。麻生派が押すのかもしれないけれども、まあ、派閥として見たらね、どうなもんかなというですね。まあ、表読みで見ると、えー、取れないんじゃないかっていう話なんですけれどもね。で、えー、あとはその、どうでもいいカバコですね。 阿部ツ蔵のね、こう、なんていうの、万世やってるね、バカカバコですけどね。まあ、このカバコがなんかね、あの、名前が取り沙汰されてたけれども、まあ、これも所詮は名前だけですよね。で、あとは、もう残ってるのから考えると、ニーハオ・モテギか、リンリンですよね。ニーハオ・モテギか、リンリンのどっちかが、次期総理になる。という感じでしょうかね。うん。まあ、結局のところはね、ろくでなししかいないんだ。 というですね。<laughs> 本当に、ろくな人材がいないんですよ。どこを切っても売国度しかいないもんだから、どのその人材を切ってもね、どこを切ってももう同じね、このなんていうの、倍国売国売国ばっかりなんですよ。うん